Amazon で注文してた商品が届いたので紹介しておきます。これです。じゃん。もうすでにね、開封して中のね商品取り出ししてるので、ちょっとこれは置いといて、で中身はねこれです。じゃじゃん。何かっていうと、ちょっとね蓋開けてみましょうか。ちゃんと DJI のオズモポケットのレンズに装着するレンズフィルターです。レンズフィルターのね説明はちょっと省略しますが、一応ね型番ですが ND16-PL。 お友達の高太郎さんが先日ね購入して、YouTube でね、レビューしてたのを見てね、ちょっと真似して購入してみました。早速ねオズモポケットに装着してみたいと思います。装着自体はねすごくシンプルで、まあレンズがあるんですけど、このレンズにね、まあここがねマグネットになってて、でピタッとかぶせるだけ。もうこれでね装着完了です。ほんとね取り外しも脱着もすごく簡単で、ただね少し磁石がね弱い気がする。まあつけてね多分振ったぐらいでは落ちないと思うんですけど、なんとなく気持ちね弱いな。よほどねこうぶつけたりしない限り落ちることはないと思うんですけど、まあかといってねこうシール等でこうべちゃっと貼り付けするとね脱着するのがすごくめんどくさくなるので、しばらくねこの状態で使ってみたいと思います。まあジンバルのね動作自体も特に問題なさそうですね。今これフィルター外してる状態での液晶のね画面です。でフィルターつけるとこんな感じ、外すとこう、まあ、室内でねやっぱりこれフィルターつけるとね少し暗くなりますね。まあ当たり前ですけどね。晴れた日のね外だとか、あと明るい場所でのね撮影時にやっぱりこのね ND フィルターってすごくね必要で、まあ、シャッター速度をね落とせるっていうねすごいメリットがあります。Amazon での商品説明見ると、このね、金色のリングを回すことで、なんか明るさの調整がね、できるっていうようにはね、書いてるんですけど、なんか調整ができてるような気があんまりしないんですけどね。これちょっと今ね、室内でそんなに明るくないので、外でね、試してみたいと思います。今日ね、曇り空なんで、少しわかりにくいんですが、今ね、フィルターつけずにそのまま素で撮ってます。で、これにフィルターを、パチッと装着した状態です。違いわかるかな。外した状態、つけた状態、外した状態、つけた状態、実際ね液晶で確認した限りではあんまりわからん。それからねこのねジンバルのカバーですが、フィルター装着したままね、取り付け可能です。ガチャ。この状態でね、運用できるのはすごい助かりますね。持ち運び中にフィルターがね、ポロッと落ちることが、ないと思います。いい感じ。この正月に、うちにね、遊びに来てた福井の友達からね、荷物がね、届きました。これね、かなり美味しいやつですよ。福井県にねあるこの星山商店の、ホルモン、若鶏もも肉と白ホルモンと、これはバラ肉かな。いやこのねほんと白ホル、これ激うま。本当どうもわざわざありがとうございます。早速ね今晩いただきたいと思います。で一応ねこの星山商店の紹介、ここね超おすすめです。自宅の和室なんですが、これねペーペー祭りで購入したエアコンです。3台分。とりあえず自宅までね運んではもらったんですが、まだね取り付けの工事ができてません。リビングのエアコンとこのね和室のエアコンと、あともう1台ね寝室のエアコンを
交換予定です。いつもお願いしてる工事屋さんが今ねちょっと忙しくて取り付けなかなかできないんですけど、まあ今使う予定がないので、まあ春過ぎ、ぐらいまでにはね取り付けできるのがいいかなと思ってます。今日の動画はねこの辺りで終わりたいと思います。ぜひねチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた。